セグロ赤イは、スズメイ赤セキ赤イ属に分類される鳥類の一種で、ある。主に水辺に住む。体長20から2 2トル、翼海長約3 0トル、体重26から3 5ム。白レイと同大。頭から肩、背にかけてが濃い黒色で、腹部が白色で、胸部は黒色。白レイと見分けがつきにくい場合があるが、本種は、 目から方、肩、背にかけて黒い部分がつながるところで判別できる。また白石霊や奇石霊と同様にお歯を上下に振る姿が特徴的である。死于ほぼ同色だが、メスは背中がオスに比べると灰色みがかっている。幼鳥は頭から背中まで灰色である。ただし、白石霊の様々な種に似ている部分発化個体の観察例もあるので、 白石霊との識別には注意を要する。本州の字鳴き、ジュジュ、ジュジュに対し、白石霊では、チュチュ、チュチュッと聞こえるので、声による識別は可能である。日本では普通に見られる流潮、または氷潮、積雪地でも越冬する場合が多い。日本の固有種として扱われることが多いが、ロシア沿海地方沿岸部、朝鮮半島、台湾、 中国北部沿岸部など日本周辺地域での観察記録もあり、稀に繁殖の記録もある。韓国では西海岸地域を除く河川で流暢に生息しているとの報告もある。主に水辺に住むが、水辺が近くにある場所ならば畑や市街地などでも観察される。好む地形は白石霊に近いが、比較的河川の中流域などを好む傾向がある。 瀬戸内海の大きな河川の少ない地域では海岸沿いの堤防、波消しブロック場、干潟、砂浜で見られることも多い。白石嶺や奇石嶺とは概ね住み分けている。ただし最近では主に白石嶺の分布拡大により生息地が重なるようになっている。一年を通し単独またはつがいで縄張り分散する。縄張り意識がとても強く同種のほか 白石霊、奇石霊と生活圏が競合する場合には追いかけ、回して縄張り争いをする様子がよく観察される。なお、他の石霊と競合した場合に本種が強い傾向がある。親から被害、給休児様子植生は雑食で、採食方法なども白石霊に似るが、本種は水辺の環境に依存しており、畑など乾いた場所での採食行動はあまり見られない。 夜は、近隣の森などにトグロを取る。繁殖形態は卵生。通常は、年1回繁殖するが、年2回繁殖することもある。川岸の植物や岩の下、崖地の影などに枯れ草などを用いて、湾状の巣を作り、3から7月に4から6卵を産む。放卵期間は11から13日で、主にメスが放卵する。ヒナは14日ほどで巣立つ。時にき。 地鳴きは、ジュビ、ジュビなどで白石霊に煮るが濁るところで判別できる。さえずりも同様に少々濁って聞こえる。本種は大陸白石霊の禁煙種であるものの、かつては地理的に分離された日本列島の固有種であったと考えられている。近年、白石霊及び法寺の白石霊が日本へと分布を広げる反面、本種の分布域は白石霊に押されるように、 縮小しているとの指摘がされていた。それを受けて、日本野鳥の会が1980年に全国調査を行い、その傾向が明確に記録されている。一方、本市も少数ではあるが、朝鮮半島、台湾、中国へと渡りをするものが観察されており、また、ロシア沿海地方などでは繁殖も観察されている。そのため、飛翔能力などが劣るとは考えられていないが、 本種は水辺の環境に強く依存しており、河原で過ごす時間が白石霊より明らかに長いことなどから都市化が進む環境に適応できずに勢力を狭めているものと考えられている。なお、白石霊と本種は禁煙種であるが、今のところおおむね交雑することなく住み分けていると考えられている。また、本種の生息的地においては白石霊よりも、 本州の方が強い傾向にあるが、離島などにおいては白石霊の侵入により、本州が姿を消した地域があるとも指摘されている。日本の以下の自治体の指定の鳥りである。括弧表記はかつて存在していた自治体。ありがとうございます。